スネクマーター、スネクマーター、スネクマーターはフランスの軸流圧縮式ターボジェットエンジンである。第二次世界大戦時にドイツが開発した BMW-003 をもとにさらに高出力化したものである。アターは戦後のフランスの多くの航空機に搭載されただけでなくこれまで素地が少なかったフランスのジェットエンジン産業基盤の確立にも貢献した。 原型であるアター101はアルミニウム合金製のブレードをアルミニウム製の回転子に植え付けた7段式の軸流式圧縮機を備える。前の軸受けは4枚の案内翼に指示され、前から見て左側に出力軸がある。アターの設計において独創的な特徴は延長軸によって駆動されるエンジン前方に設置されたアター5000補給部分が分離れていることである。 燃焼器の部分は、構成の管で構成された12個のニュラー式、燃焼室を通じ、単断のタービンを回転させる。初期の型は、全長2.85メートル、直径0.9メートル、重量850キログラムであった。C 型では、全長3.68メートル、直径0.89メートル、重量940キログラムで、後の派生型は、 C 型と全体的に似ているが、アフターバーナーが含まれることで、全長は高点2 3メートルになり機種にもよるが、重量は925から1240キログラムである。アター8と9は9段式の101型に似た圧縮機を使用するが、対象撃性を高めるために1段目が鋼でできている。タービンは2段式で全長と、幅は101型とほぼ同じであるが、 重量は9バイトの場合最大1 3 5 0ラムに増加した。イギリスがターボチャージャーの経験をもとに、延伸式圧縮機のラーベントやニーンなどのエンジンを自力で開発したのに対して、フランスは第二次世界大戦後にドイツから接収した軸流圧縮式の BW-003 と開発に、携わった技術者による開発をもとに、 自国の航空機のジェット化を進めた。BMW-003 エンジンを開発したヘルマン、エストリッヒのチームは1945年2月、BMW-003 ジェットエンジンの資料とともに、マクデブルク近くのシュタースフルトで投稿した。疎開先の岩塩鉱山に作られた地下工場は接取された。この行動は歴史的に、 ナチスの原爆開発のウランを保管するためにも使用されていたことでも知られる。1945年4月12日にの町はアメリカ軍によって包囲され、エストリッヒは大量の技術資料を墓地に隠得した。翌日、10人のプラットホイット2社の技術者によって構成されるチームが来して、彼はそれらの資料を彼らに渡した。アメリカ軍の占領中に、 アメリカのために生産は再開され、ソビエトが進駐するまでの間に、アメリカ軍は工場の生産設備を持ち出した。この当時、エストリッヒは、さらに尋問を受けるために、ミュンヘンへ移送され、さらにの要請により、イングランドへ移送された。彼は、輸送機クラスの4発輸送機に提案した、ターボプロップエンジンの計に従事した。設計作業中、エストリッヒは、 秘密裏にの代理人からフランス国内で BMW-003 エンジンの発展型の設計へ誘われた。フランス軍は戦後複数の BMW-003 エンジンを彼らの占領地内で見つけ生産設備の設置に興味を抱いた。これらの協議はエストリッヒが望んだミュンヘンへの帰郷とはかけ離れていて8月末にイングランドから再びミュンヘンに戻り アメリカの要請により、彼とチームの仕事はアメリカで行うことになり、家族は同行されないという内容だった。エストリッヒは、フランスの招待を受け入れ9月に、フランスの占領地内野の,のかつてのドルニエの工場に設置した。ここに、かつての BMW の技術者たちと同様に他のドイツの工場からも加わり、チームは、総勢、約200人になった。グループは、 アトリエテクニックリナティックリキンバック、リッケンバッハ航空技術作業所、またはアターと名付けられた。彼らの作業は BMW の配置をもとに新設計する作業だったが、より大型で高出力になるように考慮した。10月にアター101、モデル R101 の予備設計を完了し、実際の生産はフランス国内で行われることを条件とする生産契約を付与した。 1>, 1月にチーム全体に賃金の保護、彼らの家族に関する規定、いくつかの旅行の制限とフランスの市民権の取得の可能性を含む5年間の延長契約がされた。この契約は1946年4月25日に調印され、アター101の設計図は生産のためにすげくマ送られた。最初のエンジンは組み立てに少々時間がかかった。 最初の部品は1946年5月に入手可能だったが、翌年の半ばまで圧縮機、またはタービンが完成しなかった。最終的に完成した最初のエンジンが運転したのは1948年3月26日だった。4月5日に、水力は3700リッター BF16000N に達し、強化は継続され、 10月には4850リッター BF、21600N に達した。この間、えりすぐれた、空力学特性と向上した圧縮飛行機として、初期の空冷式から高温の鋼でできた新しいタービンに置き換えられた。1950年1月に、複数のエンジンの機種が計画に加えられ、総運転時間は1000時間を超え、水力は5955リッター BF、 26490N でこの当時最も強力なエンジンだった。原型の BMW-003 は、アターの半分にも及ばない 1760LBF-7800N だった。アター101バイトは、初期の試作機に固有の問題を解決するための変更と同様に、性欲が追加された。最初の B 型は1951年2月に、 水力5290リッター BF23500N で150時間の耐久試験に合格した。1951年12月5日にウーラガンに搭載されて最初の飛行試験が行われ、1952年3月27日からグロスターミーティアの翼下に吊り下げられて試験が開始された。B 型の初期生産型の導入後、アター 101C は強化された。 圧縮機と燃焼機により水力は6170リッター BF27400N に増えた。アター 101D の特徴はタービンがわずかに大きくなり、新しい耐熱合金により排気温度が1、摂取レレレードに上がったことにより、水力が6615リッター BF29420N になった。D 型は同様に新しい長い管の端にまぶた。 上のシャッターを備え、吸気口に初期の可動式塩水を備えた。アター 101E は0番目の圧縮弾が加えられたことにより、総圧縮比は4.8、1に上がり、水力は8160リッター BF、36300N に増えた。多数の方が幅広い航空機で試験された。D 型にアフターバーナーを加えたアター101回は、 水力が8380リッター BF37300N で E 型に同様に追加したアター 101G は水力が1365リッター BF46110N になった。これらの飛行試験は1954年8月にミステール E に搭載されて試験されたがこの飛行機は量産されなかった。それらの最初の成功は名前のみ。 ミステールであるシュペルミステールでロールスロイスエーボンを動力として1955年3月2日に初飛行して 101G を搭載した派生機種は1956年5月15日に飛行した1957年から370機の航空機に搭載するために量産が開始されたがこれは後に性能の観点から当時試験中だった ミラージュ E の導入により180機に減らされた。アター101の性能が物足りなくなったので、1954年にスネクマはさらなる改良のための設計をはじめ、アター08として結実した。全体の設計や寸法は101と似ているが、新型エンジンは初期の方が7段式だったのに対して9段式の圧縮機とより小型の2段式タービンになった。圧縮機には、 マグネシウム合金製に取り替えるなど細部にも同様に多くの改良が施された。最初のアター 08B-3 は水力9500リッター BF42000N で総圧縮比は5.51に少し増えた。このエンジンのために設計された新型で大幅に強化されたアフターバーナーを搭載してアター09になった。 1957年に1月に最初の試験が実施され、水力は12,350リッター BF54,900N で間もなく13,230リッター BF58,800N に増えた。初期の設計では2つのフラップシステムだったが、18個のフラップを備えた強化されたアフターバーナーを搭載した 09C 型は199年12月にできた。 この派生機種は同様にマイクロターボによって供給される圧縮空気を直接エンジンに供給することで圧縮機を全速で回転させなくても始動できる新しい始動装置を備えた。アター 9D はアフターバーナー部をチタン性に変えることで CS1.24 から M2 で連続して使用できるようになった。空冷はアター 9K で再導入されさらに性能が向上し、 特に燃費が向上した。アッター8と9シリーズは10年以上にわたる開発により商業的に最終的に成功を収めた設定である。戦機がエタンダール4やシュペルエタンダール攻撃機、ミラージュ EE、ミラージュ5とミラージュ界1戦闘機、ミラージュ4爆撃機や多数の試験機を含む幅広い航空機のために生産された。1955年。 フランス政府は最高速度 M3.0 で飛行する計画を開始した。スネクマはエンジンの研究を開始した。当初は既存のアター101の圧縮機の設計で構成したが高温での運転に対応するためにすべての軽合金を鋼に置き換えた。これと同様に初期の試作機に似た空冷式のタービンを使用した。この M26 エンジンは1957年5月に 運転され、アフターバーナーを使用せずに水力 47-00-KN-1364LBF を発揮した。さらに強化された M28 は1958年9月に運転され、水力 52-00-KN-11466LBF を発揮した。この作業により、アフターバーナーを使用して水力85 零零 k n のシュペルアターの設計がもたらされた。この派生型同様に可動式制欲を含み産業界に広く導入された。計画では試験機であるグリフォニーが製造されたが、それ以上の進展はなかったので1960年にスネクマはシュペルアターの開発を終了した。アターの設計は同様により大型や小型の様々な機体や実験機に使用された。 特筆すべきエンジンに、アターの拡大版である R104 ベルケインや縮小版である R105 ベスタがある。両方のエンジンは1950年代にアターの開発と並行して性能の隙間を埋めるために開発され、ベルケインはミステール 4D 用に、ベスタは幅広い設計のために開発された。これらのエンジンはどれも量産化されなかったが、 ミスティール 4D は中止され、ベスタは同様に放棄された、チュルボメカマビゾによって失われた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。